と記述星やってまいりましたね。はい、か。マジで？かなり溶けた気がしたんですけど。学習院大学経済学部、続いて明治大学商学部、じゃあ早稲田大学社会科学部ですね。これが早稲田なわけです。はい、始まりました。もちチャンネル。さあ、今回なんですけども、はい、おばたのお兄さん、おいでいただきました。はどうせ、名前彦蔵の、おばたです。さあ、そんなね、ひらさんとも衝突するおばたさんですが、またちょこちょこ衝突してるおばたさんなんですが、なんと、記述星やってまいりましたね。はい、結果、出てきましたね。河合塾の前頭記述星、ね。そうですね。はい、来ましたので、そちらの結果、見ていきたいと思います。どうでした？受けてみて。いや、でも普通に、そんな溶けた感触はないですね。おぉ、そうなんだ。まあ、平均点が低いのでね、これは。まあね、記述はね、最初、特に現役生がね、全然取れないんで、ちょこっとでも高く出るっていうのはありはするんですが、さあ、そんな中で、今回ももちろん英国、日本史を受けたということで、はい、それぞれの結果と、そして判定ですね。どういう感じだったのか見ていきたいと思います。はい、まずは、英語、成績、200点満点ですよね。はい。124点、偏差値 68.1、高い。めちゃくちゃ高いです。学力レベル S だ。マジで？記述の方がマークより出せるの？力。まあ、受けてる受験層もなんかみんな難関国立の人はそう寸大に行く気がするんです。なるほどね。平均点が63点、平均63しかないのダブルスコアみたいになってるやん。で、順位が10万も受けてんのこれ。意外に受けるんですね。16万1545人中の9455位と。はあ、よかったんじゃない。で、あ、細かいの出てますね。中文空所とかあるんだ。あ、そうか、設問もなんかリスニングないやつなの。こういう形で9点、全国平均 6.8 で、文法語法が 9.3 が平均で14点取れてると。もうちょっと取ってほしいんですけど、明治だったら。もうちょっとね、ここもね、中文空所、文法は落としてほしい。で、総合が 17.1 が平均で36点か。まあ、それでも半分よりちょっと。総合つまり読解でしょ、4号は。あ、そうですね。長文ってことだよね。 18.5 が平均で46点取れてると。あ、まあこれいいんじゃないかな。まあ、平均低いねやっぱね。そうですね。で、英作文が45点中12が平均で19。低いな。英作文はできてないな。もう全部がデタラメでしたよ、もう僕文が。まあないもんね、あるところ。早稲田の章で和文英訳が出るかもしれないけど、なんかもう最近出なくなったんですよね。そうだから、それぐらいだから、まあがっつり自由英作とかはないわけ。これじゃあ何、和文英訳と自由英作両方ある45点ってことは。あと並び替えもなんか、ああ、正常もあるんだ。いや、正常あるんだったら19よりもちょっと取ってほしいんですけど。なるほどね、わかりました。じゃあそうね、和文英訳はどっかでやってもいいかもしれないですね。章出るかもなんで。そうだから自由英作あるとこ受けるんだったらね、まあ、それやってもいいんですけど、正常できないとですね。正常ぐらい解けろ。まあ教育とかでね、出てきたらちょっと他のレベルとは違う一個上のレベルの正常が出る可能性はあるので、はい、全部捨ててたですごい。そう、やっぱ難しいのが出るので、やっぱ総計って違うんで、正常の解き方。あ、そうなんだ、うん、違うよ、レベルが違うから。はい、続いて国語いきましょう。200点中101点、偏差値 58.1、 学力レベル B、なるほど、平均は 81.9 だった。で、順位が 94,383人中2173位というので、あ、まあまあまあ、これも悪くはないですね。まあ、偏差値60いかなかったんでね、60はいってほしいってなんか平さん言ってたけど、60はいかなかったんで、まあ、うんって感じかな。現代文50点中19点、平均16.7。おい、ちょっとここどうなのよ。いや、もう普通に現代文、この時はまだ国語ができなかったんで。今できるの？今はきっとできる、今はきっとできる。で、次が現代文50点中35点、平均 28.2。 ほんほんほん。あ、現代文の2個目は何、小説なの？小説じゃない、小説、小説、うん、で、古文が21点か、50点中で平均 17.4 で、これはどうだった？半分いってないけど、かなり溶けた気がしたんですけどね。ダメだったってことですね。そうですね。ちょっと現代文の1問目、評論と古文両方半分取れてないですからね。早稲田の方で記述必要になるの？そんなになかったですね。まあ明治であるんで、でも、続いて漢文50点中26、半分よりちょい上、平均 19.7 と。微妙。微妙な感じで、もっと欲しかったですか、やっぱ漢文も。言語漢で学力 B という形になりました。まあ今はもっとできるようになってると。そういうことで。はい。そういうことで。生意気が。はい、続
はい、では日本史 B いきたいと思います。100点中日本史 B は79点。おー、ほぼほぼ8割、偏差値71.2。あ、高い。学力レベル S2 回目でございますです。で、平均点は 36.9 で、41,231人中1,494位。おー、なるほどね。まあ、1回目の記述模試なんで、やっぱ浪人生ちょんと出るだけでボーンっていきますからね。日本史、まあ、旧石器、古墳時代が13。いや、もうこの人ね、もうその縦穴地域ミスってるんですよ。あー、ダメじゃない。まあ、俺でも知ってる単語。公民性の動向、23点。で、古代の大学。へえ、そんなテーマだったんだ。ほぼ落とさず。中世の戦乱、25点。なるほどね。まあ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 、うん、狭いね、範囲が。やっぱり。だいぶ狭いですけど。やっぱちょくちょく抜けてるかなっていう知識が。なるほどね。よし。で、全体の合計が、総合1、私文、65.8。ということですね。S ということで、私文では 42,846人中718。いいじゃないですか。全体文系では 8,644 人中3,935位ということで、まあまあまあいいですね。まあ65超えてるんで、まあよしとしましょうって感じですかね。早稲田と違いますからね。そうなんだよね。なんで、じゃあまあ判定ですね、いよいよ。そちら見たいと思います。じゃあまず学習院大学経済学部経済科。そうだね、この時あれだもんね、まだ俺が志望校全部書けやって、もう志望校たくさん書けって言う前の段階で受けてますので、また3つしか書いてない。はい、学習院大学経済学部経済科は A 判定。第一志望者の中では101人中2位。平均偏差値49点が低いな。で、総志望者766人中18で、平均偏差値50.7。なるほどなるほど。ほうほう。で、英語が49点。あ、こんなに出るんだね、詳しく。本人成績 68.1 とか、国語平均 50.5 で 58.1、 地歴公民 52.3 の中で 71.2 でバーンとズバ抜けてますね。まあね、まあまあ、いい感じでいけたんじゃないでしょうか。続いて明治大学商学部ですね。判定 A です。再び A を取りました。そして第一志望者477人中2位。うお、またまた2位だ。で、 50.3 平均低い。明治だろ、頑張れ、もっとみんな受験生。まあ1回目だからね、これがね、どん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 ね、回を追うごとに下がっていきますから、どうせ順位が。それじゃダメ。そうなんです。で、総志望者数、総志望者数が2948人中156位と、偏差値 53.9、まだまだとね、皆さん頑張ってください。平均、英語 53.2 で 68.1、英国語 52.3 で 58.1、で、チェック目 54.9 で 71.2。そうね。まあ、昔のマーチだったら、これでも余裕合格みたいな感じなんですけど、そうです。でも、今は大変ですから。まあ、今年からどうなるかね、定員増える可能性全然あるんで。合格させる人の数だけど、皆さんも諦めずに、人生生きがって言われる。さあ、そんな中、じゃあ早稲田大学社会科学部ですね、社学は D 判定。すごいね、 A2 つで2位でも D なんです。これが総計とマーチの違いなんです。もう、うわー、じゃあ2位だ、すげーってなって、もう D。 やっぱりね、そうなんですよ。第一志望が167位になるからね、1288日。悪くないですよ、全然いいですけど、やっぱりすごい一気に変わるよね。 57.0 が平均。平均もやっぱ全然ね、マーチと違います。高いな。総志望者が488、総志望者が3351日488と、で、偏差値 57.8 と、うんうん、なるほどね、やっぱりすごいな。で、英語平均偏差値 58.3 で 68.1 で、国語 55.3 が平均で 58.1 と、で、地理公民が 58.0 で 70.2 は、ここは相変わらず高いですから、 70.2 で、うん、はい、という感じになりましたね。まあ、これあくまで平均なんで、平均はこうですけど、おばったよりも上の人がこんだけいるってことですかね。166いるわけですから、第一志望で。総志望者だったらもうだって487人上がいるわけです。これが早稲田なわけです。だって定員450で488だったら落ちてるわけですからね。まあ、定員がそのまま反映されるんだったらですけど、はい、でもちろんこれ以外の人もたくさん受けるわけですから、本番では。はい、という感じになりました。どうですか。そうですね、まあ、ぜひ受験生、まあ、今判定が悪かったとしても、まあ、僕も去年駒沢 E 判定で、まあ、明治に合格できたわけなので、うん、まあ、自分で何をすべきか見極めて、まあ、ぜひ合格をつかみ取ってほしいなと思います。はい、模試の判定なんて、まあ、所詮目安ですから、そういけるはずですね。ちゃんと勉強してもらえればいいと思います。はい、ありがとうございました。ギョーチン。ギョーチン。